2023年の1月から放送スタートしたアニメ「ニーアオートマタバージョン 1.1A」 大人気アクション RPG が原作で、ゲームファンから原作再現度が高いなど高評価を得ています。しかしアニメから入った人は世界観が少し難しいみたい。そこでこの動画では「ニーアオートマタバージョン 1.1A」の世界観を詳しくご説明していきます。実はこの作品、まだ人間は一人も登場してないんです。このキャラも、このキャラも、このキャラも全員アンドロイドなんです。西暦5012年、突如地球にエイリアンが飛来。彼らは機械生命体という兵器を生み出し、人類に戦争を仕掛けてきました。その圧倒的な戦力に人類文明は壊滅状態、人類は滅亡の危機に陥りました。生き残ったわずかな人類は地球を追われ月へ避難。人類は地球を奪還するため衛星軌道上に基地を設置、アンドロイド兵による抵抗軍を組織し地球へ投下。アンドロイド対機械生命体の長きにわたる戦争が始まりました。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的打撃を与えることはできず、戦況は膠着状態に。西暦11937年、そんな状況を打破するため、人類は新型アンドロイド兵ヨルハ機体を製造。旧型アンドロイドより高性能な彼らを投入し地球奪還を目指します。ちなみに地上でずっと戦っているレジスタンスは旧型アンドロイドなんですね。そして西暦11945年、第243次降下作戦にてヨルハ部隊に所属する 2B と 9S が投入されました。物語はここから始まるのです。 2B よりオペレーター6を、陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示をこう。現地担当の 9S と合流し地形情報を入手。以降は予定通り目標の敵超大型兵器の破壊と情報収集に当たってください。了解。ヨルハ部隊は司令官を頂点に組織されており、さまざまなタイプのアンドロイドがいます。 2B の正式名称はヨルハ2号B 型。 B はバトラーの略称で戦闘型のアンドロイドです。 9S の S はスキャナーの略称で、探索調査に特化していて、ハッキングを駆使して戦闘モデルのサポートも行います。ヨルハ部隊では任務を忠実に遂行するため感情を持つことが禁止されています。しかし個体差はあり、 9S のように好奇心旺盛で感情表現が豊かなヨルハ機体も。 2B さん、僕嬉しいです。感情を持つことは禁止されている。またたとえ機体が壊れてもデータさえ衛星軌道上の基地バンカーにアップロードしておけば、別の機体にデータをインストールし復活することも可能です。ただしアップロードのタイミングによってデータが失われることも。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。果たしてアンドロイドは機械生命体から地上を奪還することができるのか、人類は再び地球に降り立つことができるのか。アニメ「ニーアオートマタ」バージョン 1.1A 本編をご覧いただき、あなたの目でお確かめください。人類に栄光あれ。